どうもー、しょぼすけでーす。え、やっちゃやさあ、俺やっちゃなんでだよ。いや、お前、どもどもやすでございますだろうが。うるさい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 。サバピプティプティンひなこんしゅんでしゅんです。ということで、今回は春休み企画ビンゴ大会やっていきましょう。ということで、やっていきましょう、ビンゴ大会。ああ、ビンゴ。ということで、先ほどね、5回やったんですけど、全員で通話するとやばいことになったので、じゃあ、2チームに分かれましょうか。神よ。サンドさんが安さんチーム行って。やったー、大チュキー。気持ちよかった。大チュキ、痛い痛い痛い。じゃあ、僕じゃあ。私、サンドとセットなんで、こっち来ますわ。あ、じゃあ、こじゃあそこ4人で、じゃあ、僕たちはこの3人で行きます。あ、青チームだ青チームだ、こっち。青じゃあ緑チームにしよう。緑チームだ。青青青青。緑チームだ。そうやな。もう向こうに負けないぐらい、もうめちゃくちゃくっちゃべるわ。そうしましょう。喋るのが勝負じゃないからね。いや違う違う、キッキッってお前、俺がめちゃくちゃ喋ったらもうそっちの通信妨害もできるんだよ。そうだぞ。そう、あ、オッケー。その時はピチピチ君をミュートにするから大丈夫。あ、それお前ないよ。それお前それないってナイス判断。フリじゃない、それ違う。もう最悪、僕がサーバーからバンします。あ、いや味方やん。味方が責任を取って僕がサーバーからバンします。了解しました。お願いします。じゃあ看板を右クリックしてください。オッケー。オッケー。今回の目標が、先にアイテムを集めて1列作るか、半分以上のアイテムのマスを埋めた人が勝ちです。なんて分かりやすい、はい、じゃあ今から運命のアイテムランダムルーレットやります。オッケー。ひなこさんしてください。ここの一番左の看板を右クリックしてください。このはい、ひなこさんお願いします。お願いします。ひなこ頼むぞ。簡単だ、怖い。右クリック、右クリック。叩くなお前。お前のすんな。はい、どうだ。ガーッ。おっ、おっ、ダイヤのクマ。どうなんだこれは。白卵、これ違う。卵ですね、これ卵。おっ、じゃあ卵取るしかない。じゃあ、でも簡単なの、簡単じゃない。そうっすね、結構簡単なのもあるし。はいはい。砂漠見つけたりがな、リピーターがな、作り方わかんなそう。ピラミッド見つけたら強そう。あ、砂漠とあれだ、ジャングルという作戦は、じゃあ通話かれてからしますか。よし、じゃあ今頑張りましょう。はいはい、よし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 、絶対勝ちましょうね。でも入った瞬間鶏とりあえず探そう。鶏とりあえず砂漠探す人もいていいかも。あ、あるある、目の前に砂漠ある。俺の目の前にありますね。ほんとほんとほんと。じゃあしょぼすけさんにガラス任せますよ。あの枯れ木取りに行きます。枯れ木、枯れ木もあり。あと夜はエンダーマンですね、これ。あと砂利か、またやばい、緊張するこれ。なんか前進める。いやー、この前進める。カウントダウン始まる。始まる。スタート、スタート。来た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 。まず木、まず木、まず木、まず木。木、ニワトリ探す。俺は木。よし、俺は砂利を頑張って探す。ニワトリ、どこだ砂利。あっち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 あー、ナイス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 。あ、そうか、でも枯れ木って、あ、ね、かぼちゃある、かぼちゃ。何がある？お茶使わないか。あ、そうか、枯れ木ってシルクタッチじゃないとダメなのか、取れないのか。かぼちゃ見っけだよ。でもえ、かぼちゃの種って何？どうやってやんの？あの、よし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 、くだく取られてるじゃん、青チームの。くだく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 って何？くだくって何？くだくですよ。砕いても手に入んないよ。え、くだくする、くだく早く砕いて。砕く、あれじゃないの？あれ、かぼちゃの種って砕けばいけんじゃなかったっけ？違ったっけ？え、かぼちゃはそのまま取ら、噛み砕いて。プッチ、噛み砕いてもう。噛み砕くってあんの？噛み砕いていますけど。ポケモンじゃねえけよ。あ、待って、キノコシチューいけるかもしんない、俺。マジ？頑張る。あと、本か。本も行きたいっすね。スンスンで。全然取れ。トゥン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 で行こう、トゥントゥントゥンで。あれ？あ、キノコです。あ、これあれじゃね、キノコシュ行った、これ松の木じゃね、これ松の木じゃね、松の木行って、松の木行って、松じゃね、これ松松じゃね。うわ、やべ、ジャングル見つけたやついる。あ、松あった、松あった、松あった、松の木あった、松の木あった。あ、ほんと松の木あった。オッケーオッケー。これ多分松の木、多分松の木。いや、これあれ、これ松っすね、完全に。
食べ松の木多分松です、これ多分松。ちょっと待って、なんか本当に松の木これ。いやこれ松っすね、完全に絶対これ崩せば。いや僕が今崩してるとこは松、俺が崩してるとこ違うかなこれ。ダークオークの可能性もある。ダークオークじゃないかなワンちゃん。あ、ダークオークっぽい。ダークオークやないかい。松の木は本当出ないかな。ない。あ、ニワトリ。早く卵埋め、卵埋め、踏ん張れ、踏ん張って、踏ん張れお前。卵ばっかりはもう運ゲーだからな。あ、あった、松の木あった、オッケー、いた、オッケー、ナイス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 、オッケー。いや、これ違うのか、松じゃないのかこれ。いや松だよ、松じゃないの。え、待って、これ種あげたらうんこするから、うんこで卵産むから。あ、松だった。あ、もうプチプチさんが取ってるのかさっき。うん、そうだね、プチプチさんがさっきやったのが松だったっぽいですよ。ほんと？うん、だから僕たちもう3つ埋まってますよ、もう。え、俺ダークオークって書いてあるよ。ほんとにダークオークの。俺がじゃあ、俺がいつの間にか取ったのかわかんないけど、なんか、まあ、とりあえず松も行きました。何をしよう。あと雲の、全然うんこしない。発光した雲の目ってどうすればいいんだっけ。いや、わかんないなぁ。あと、うんこしてお前。金の剣もまあなんとかいけそうっちゃいけそうですよね。そうっすね。確かに。向こう何か一つあれかもしれない。なんだろう。あー、看板やりましたね。看板そうか。看板か、看板一番簡単だったかな。いや看板やっときゃよかったか。粘土を掘りますね。粘土焼きますね僕。お了解です。待って、向こうもう一つまさか。あー、瓶焼きちゃいましたね向こう。いい。マジか。早っ。4人もいるからな。ピン取れなかったのか。え、全然こいつは卵産まないんだけど、何こいつら。え、全然産まないんだけど、早く産んでよマジで。ちょっとクラフト力で。名札ってどうする。いや名札はでもスポナーかな。釣りいっとく。あー、釣りでも釣りは糸が必要なんで。あ、そうだそうだそうだ。もう俺地下に行って一気にもう解除していきます。あ、ありありあり。地下攻めで、俺近づめていきましょう。じゃあ俺ニワトリにうんこさせるわ。そんな間にいろんなことできるでしょ多分。もうニワトリとして卵産んだから。ヤスさんがまた一個やった。なんだ、来た来た。うわ、卵。いや向こうが取られた。あ、卵取られた。惜しい。マジか。でもなんか見た感じ地下は攻められてない感ある。そうだね、まだ地上っぽいですね。かぼちゃの種ね、ワンチャンクラフトでいけるかもな。え、めっちゃ早くない向こう。やべえ、また一個の解除したぞ。もうだって、だってあれだよ、レッドストーン。やばい、レッドストーントーチやったら終わっちゃう。やばいやばい、ちょっと落とし、近いけ、近いからやばい、近いからやばい。俺がえ、レッドストーンリピーターを。マジでリピーター作れお前。待って、そんないきなり終わっても俺無理だぜ。あいつだ、金属って言ってたよ。バケツ作りました。あいつ、俺じゃない。やばいやばいやばい。俺も近い行きます。オッケー、カボチャの種ゲットした。ナイス、取った。いいぞいいぞ。ニワトリはやばいよ。やっともう一個産んだし、もうやだ。いや、ちょっと僕も地下行きますね。今俺は地下攻めに集中をしておる。いや、その方がいいっすよ絶対。よし、鉄じゃ俺作ろう。だって一個取られたらおしまいだもんこっち。そうなんです。もう本当に負ける寸前今。何ここ、なんかない、なんもねえ。よいしょよいしょ。びっくりするぐらいここなんもねえ。村見つけたいな。いや4人で地下漁られて、そんなん勝てるわけね。早く、やばい、マジで見つからん。よし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 、急げ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 。よし、いやでもリピーターって結構作るのが難しいから。あんま、あ、待って、金がある。金の剣。金の剣いけ。サンドがホットトピックってことはあれだな、かまど作った。サンドかまど係だ。あとラピスっていります。これラピスはいりますね。ラピスはまた左下のあの染料で。洞窟発見。もう今頭がこんがらがってきた。わかるわかる、それマジでわかる。でもまずとりあえずレッドストーンリピーターを作らないとマジで負ける。そう、レッドストーンリピーターを作らないと負けます。なんもない、全然地下に行けない。いや一応僕今地下殴って取ってます今もう自分で。地下殴ってます今もう自力で。これ鉄をゲットすれば、鉄2個だよな確か。作り方分かるんだよ俺、レッドストーンリピーター確か。あー待って、敵がいっぱい。レッドストーンスポーナースポーナー。やった。あのじゃあ焼き石3つです。焼き石3つ。オッケー、焼き石3つと、あのトーチと、トーチ2つと、焼き石をベッドみたいにやして、で、両サイドにトーチを置いて真ん中にレッドストーンです。ですよね、合ってたった。で俺あのスポナーのチェスト見っけたから、ワンチャンなんか入ってるかも。名札。あー無理、使えない。あ、待って、死ねあはははやばい、死んだ。おすぐそこやったのに。プッチー。いやでも場所は覚えている。よし、行ったろ。
大丈夫大丈夫、終わってないよね、終わってないよね、待って、まだまだまだ大丈夫です、まだ大丈夫です、1,2,3,4、相手5個。いや今ね、向こうが、あ、向こうが金の剣作った。あー、マジかくそ、遅かった。だからでもこっちレッドストーン、あの邪魔できるから。で、俺ハサミ作りました。オッケー、間に合った。ナイス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 、俊太郎。オッケー、もう無理、疲れた、あとは任せた。待って、頑張れよお前、もうちょっと頑張れよお前。うん、もうちょっと、分かった。じゃあもう少し。なんだお前、やれよお前。はいはい。もう一個埋めとくよ。やった、天才だ。天才や、お前天才や。